なんかも。それぞれね、決まったサインが紐付けられているので、ちょっとね、若干ちっちゃいんですけど、こんな風に書いて、作られている。なので、ちょっと画質が上がってたんで、画質が読めないかもしれませんが、サッカーボールがね、バイバイ。サッカーボールを見せるとバイバイしてくれる。赤いコーンを見せると、ほほほほと開きます。で、黄色い浮きを見せると、こちらが回ってくる。は恥ずかしいということで、ね、で最後真ん中に今置いてありますがキューピーちゃんを見せるとこちら内緒の、ね、でこんな風に今の物体式で見せることができますが、大丈夫ですか、まあ、それではですね早速こちら物体式でトレーニングの結果を見ていただきたいと思います。はい、ではお願いしたいと思います。トレーナーのともちゃんが上げたものに対して、じゃあまずは分かりやすいように、まずはですね、上げていきたいと思います。まず結果を、しっかり判断を完了してきましたね。僕もこんな風にですね、まあ、僕たちがハンドサインやボイスサイン、声の合図を出さなくてもですね、ものを見ただけで、ともちゃんをね、しっかり反応サインを。はい、実は最初の地元を使っていますよね。めちゃくちゃ動きが速いです。しっかりね、はい、物体の方をね、見て確認しているのか分かっているのか。結構ね、質問なんかも視力に関する質問をいろいろいただいているんですけど、白目の部分が赤くなってるんで、よく心配をされるんです。これは特に病気とかそういうものではなくて、もともと性癖は赤い目をしているという状態になっているので、特に視力に影響はしておりません。ここで、しっかり見ますね。場所で覚えてる。はい、しっかり赤ボールでバイバイ。つららちゃんが好きな食べ物や嫌いな食べ物ありますかという質問ももらって、普段あげてるものは今は割と何でも食べてるんですけど、鮭とイワナゴっていうお魚と。明日は確かに。
かにあの歯は黒くなってるんですけど、ケーキの場合は全部白いです。崎山さん、ありがとうございます。お茶をいただきます。体重はね、どんどん重たくなって落ちるんですが、動きはね、それにハッピーでしょ。寒い方が、この方が動きがめちゃくちゃいいです。ありがとうございます。買っていただきました。ぼっちゃんは飼育員さんだって識別をして
していますかという、まあ大体分かってくれてるみたいですね。僕たちがしっかり反応してくれてる。沈むときはですね、微妙なときは今きちんと目が合えば気づいてくれるときもありますね。休みの日に来てもときもあるんですホイッスルはですね、選手のトレーニングでは今使ってはいません。ホイッスルの代わりに僕たちは今よしって言葉をね、基本的にはかけてトレーニングすることが多いです。今ちょっとマイクも使っているんでね、そのよしも使わずに餌もあげてますが。ともちゃん、この冬の目標体重はどのくらいですか？なかなかマニアックですね。はい、1250キロを目指そうと今は1135キロ、あと110キロぐらいとか、ね、2月3月ぐらいをね、マックス目指していた。一番体重が上がるのが大体2月だと思うんですけど、大体3月ぐらいがね、こう発情期、繁殖のシーズンのピークになって、それに合わせて定期のオスはね、体重がどんどん分かっていただけたかなと思いますね。また前回のアーカイブもありますので、そっちも見ていただきます。こちら見てもらうと、こっちが、そうそうそう、普段食べるときでこうちゃんのお魚は何キロ食べるんでしょう。大体一番多いとき26キロくらい。ご飯とでもね、もちろん体重に合わせて増減はしておりまして、そのためにね、1週間ごとに体重を測っていくんですね。海外からですね、海外で選手は何キログラムですかと日本語でいただいているんですけども、はい、今朝ね、今朝じゃない、ついさっき測ってきて Thank you.